지금 이 소파 쓰기 好きなんだよ。
これと味のやつ牛乳かけてこうやって食べて食べ終わった後の甘い茶色い牛乳八宝菜とか頼んだ時に入ってる一個だけ入ってるうずら卵が チェリオのわざとらしいメロンの味がすごい食べるときに噛まないで少しずつ舐めてアーモンドだけにしてあれ食べるのがソーダ水の中に入ってるチェリーを食べるのが好きでそのチェリーを食べた後に種を飲まないでずっといて店から出ても生ずっと舐めててそれで入って今度中からチェリーの味が入ってきて復活するなんていうのがうどんを立ち食いそばで食べてそれでこう食べ終わって最後のところにコロッケのグズグズになったやつとネギと七味がこうタレの丸と一緒にズルズルと口の中に入ってるのがチャーハンのスープが好きなんですよキヨスクのボンタンの声がすげえ福神漬けの中のあの菜豆っていうこういうやつが好きでこっそりあればっかり取ってます天ぷらそばの美天の尻尾が本体残してるし梅干しの種の中のやつもすごいの後にみかん食べるとまずいすぎて翌日残っている人参のかき揚げをグズグズに煮てご飯にかけて食べるのが一番好きです。わあ、さすがだ。班長うまそうだ。そうね、人参っていうのがポイントなんだね。最後まで人参のかき揚げだけ残ってる。それです。はい。いいな。スッキーってやってくれるのかと思った。あのしらすのしらす食べた時に時々入ってる小さいタコとかカニが。すごくいっぱい似てあるトンちゃんってやつがあるんですけどその中にの肺のプラがあるととても嬉しくてそれがすっきりキャラメルコーンの中のピーナッツ
方じゃないか、そんな出ないですよ。この方よ。富士吉田うどんが。